大体眠たそうにしてないと二日酔い。自分めっちゃお酒の匂いするからねこれ。申し訳ないです。すみません。ちょっと今日はすみませんでした。なんかすみませんでした。お酒の匂いすごい本当に。すみませんでした。今日ドバなんですけど。はい、歯磨いたよ。ドバ変わるんですか？歯磨いたよ。ちょっと。いい、オッケー。オッケーですね。でこれが今現在使用しているドバ。現在進行形ですね。はい。でドバ移動するんですよね。ドバー池袋の方に絶対嘘じゃないですか。ドバ移動するってことで、はい、僕見た感じでも全然でかいなと思うんですよドバ。はい、でかいですか。ドバ自体が、はい、北海道はでっかいで、今何が不便なのかちょっと教えてもらいたくて。トイレがない、トイレがない、はい、水がない、水がない、水がないと、何が不便、まああと、まあ狭い、狭いですかこれ。狭いスペースあるじゃないですか。でもこれでもまだもう半分も帰ってきてないからなって今バーってあるんですけど、半分もこの倍以上あるってことですか。まだここからもう全然もう多分2列だったら、はい、これ辺ぐらいまで来る。サブだけでここまで、サブだけでここら辺ぐらいまで来る。じゃあもうその他の部材もアンチも、はい、多分アンチも多分ここら辺まで来る。あ、それ狭いですね。それじゃあドラッグ全然2台ぐらいしか今今僕ら今、はい、9台10台あるんで7台ぐらい出てるんですよ。はい、3台しかないんですけど、はい、現場に行ってるわけですね。7台ぐらい現場に行ってるんで、その7台戻せない。はいはいはい、全部帰ってたらじゃあ年末年越しとかそうそうまずいんで、ちょっとドバ借りて、はい、まあ社長に行ってもらって、はい、社長、はい、ドバ借りてもらっていいですか、いいですか。やりにくいな、なんか今日違うな、なんかあ、そういうことですか。で社長にドバ借りてもらって、はい、今度はここの、まあ、4倍ぐらい。ああ、でかいですね、だいぶ。なんでこっちもありますもんね、ずーっと。そうそう、今ここで約500坪ぐらいなんですよ。500坪ぐらいなんですけど、はい、次借りるとこは2000坪ぐらいです。ああ、4倍ですね。じゃあ4倍です。でかいわ。で何、その材料が多いのが不便で、多いのが不便っていうか、まあ、あとはその結局は段取りっていうのがあって、はい、僕らやっぱトラック1台で積み込むのに大体1時間ぐらいかかるんで、はい、今だとでも2台しかできないんですよ。ああ、狭いから2台ずつで、1台2台しかできないんで、それよりやっぱもう56台、まあ、一気にあるんだったらゲボです大丈夫ですよ。編集めちゃくちゃすごいもんね。キラ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 ーって綺麗なものに変えてくれるので全然だからそうするとやっぱ6台7台ってなると普通に3回4回でこう繰り返さないといけないんですよね。トラック積んで出してトラック積んで出して、まあ、その時間も無駄だし、そうですね、遊んじゃうかもしれないですね。人が多いと一気に12とか入ってきて1台やるよりかは、はい、まとめて1台ずつやってた方が早いってことです。そうですね、まとめて、ね、なるほど、まあ、そういうのもあって、はい、ちょっと借りようかっつってね、56台、まあ、その代わりはそのね、うちもねやっぱ足場やってかなあかんよっつって、ちゃんとね叩いてかなあかんよっつって、いろいろ。まあでもこんだけあれですよね、規模がでかく なればやることも増えるですもんね。人数も今増えてるじゃないですか。まあ人数増えてくるですもんね。だったらもっと仕事もどんどん、仕事もなんで本当にまあまあ溢れ返ってるじゃないですけど、まあ今の、まあ、例えばまあ委託してるところにちょっと不満があるとか、まあそういうのあったら、まあうちらも結構安いんで、まあここでまあ金額はちょっと伝えないですけど値段の勝負はできますよね。そうそう、本当に値段の勝負と、まあ本当にスピード、なんかあったらもう即時対応も絶対もできるんですけど、はい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 、ね、動ける人数が多いですもんね。動ける人数が多い、まあ、はい、だって僕一人一人いるんで、はい、動ける人間一人しかいないですね。一人一人しかいない一人いるんで筆頭じゃないからね、それ筆頭じゃないからね筆頭にする意味ないから、本当仕事バンバン来たらいいですよね。はい、なので本当もうまあなんかちょっとまあちょっとお試しじゃないですけど、まあ連絡もらえたら別にお試し価格じゃないけどね、はい、そういうのでもやらせてもらいたいんで僕らも。そうですね。でコメントとか書きにくいもんで、多分そのまま直接電話してもらえたら。そうですね、コメントじゃなくてね、電話してもらえたら直接会社に、はい、全然08033で次行くところが、次行くところはもうめちゃくちゃ広いです。どれくらいだろうな。手で測れる。いや今こんぐらいって言ったら分かりづらいから全然分かんない。角がこれぐらいじゃん。角がこれぐらい。その目から見たらね、カメラとまた違うからね。角これぐらいなんです。ややこしい。ああ、まあとりあえず行きましょうか。一番がまあ移動するのにはだって、でも仮囲いってやってやるんですよ。はい。バーって全部。はい。あ、外の塀ですね。はい。まあ残してもいいんだけど別に。はい。ちょっとバラしていこうかっていう話で、まあ今度僕らうち今年でしたっけ、はい、台風でやられちゃったの。やられましたね。今年でしたっけ、あれ。今年だと思います。去年じゃなかった。去年ですね。ありましたね。あれひっくり返りましたもんね。おい。適当か俺。俺適当やっけ。そうです。台風でね飛んでっちゃったんですよ。そうそう。オンバーンもうひっくり返っちゃって。あれ小屋が。まあ社長が最初の方に YouTube 撮ってるんですよね。まあそうそう。切るとか言って。まあそれぐらいの時に台風でやられちゃって。はい。やれちゃった時に、まあ仮囲いでも結構厚みがあって、普通にこの鉄板でも厚みで金額とか変わってくるんですよ。はい。でもこれ一番いいやつにしたんで、厚みがね、はい、まあ結構リース屋さんでも使ってるような、全然曲がらないんですよ。はい、いいやつですね。まあいいやつなんで、まあ1枚高いんですよね。こんなんでも1枚4、5千円ぐらいしますからね。売りに行きましょう。売りに行きましょう。売りに行きましょう。あ、売りに行こう。売りに行こう。社長。その足場材の盗難多いんですか？足場材の盗難って多分一番多いんじゃないですか。結構簡単なんですか？はい。結構簡単なんですよ。ちょっと持ってみてください、これ普通に。はい。買えるだけです。いや安くない？いやリスクの割に安くない？1枚だけこうやって買えるだけ。そうお疲れみたいな。多分これだったら6枚ぐらい持てるんですよ。センターだったら。でこれは1枚いくらで売れるんですか？1枚7000円ぐらいなんで、まあ700円ぐらい。700円。1枚6枚稼いだとして4200円。リスクの方がでかくない？4200円ぐらいだ。業者もこうやってリフトでリストとかもなんかもうそのまあユニックとかですね。ああクレーンついた話ですね。ね本当にもうセコムなんかセコムの話しましたよね、ちょっと前ぐらいね。したしたっすね。泥棒が入ってきて。なセコムとかそういうのも本当に入れた方がいいですよ。入れんとやっぱね後々まあなんかあってからじゃ遅いんでね。本当に。パプリカ花が咲いたら。あとは細かいもんですね。あとは細かいもんね。もう今度はもうちょっとまあね、まあ港区、まあ今ここ一応港区なんですけど、港区からまあ飛島の方にまあちょっと近くなんですけど、あんまりちょっとこういう高いものはまあ近隣の目があるもんでダメになって、3メーターぐらいの小屋をちょっと作ってこうかなと思うんで。そこでまあ濡れ物とかですね。濡れちゃあかんものとかですね。濡れちゃあかんものですね。木とか。で木とか、まあ樹脂とか。あ樹脂はいいか別に濡れても。結構女子に濡らすんですか？結構、はい。嘘だみんち。すいません本当に皆さん。本当朝からすいません、不快な思いをさせてしまって。不快な思いしかさせてないです僕今日。そう。今回ちょっとグダグダですけどね。はい。ミッチーに土間の紹介をしてもらったらまあ大変なことでしたね。はい。じゃあちょっとどこが使えてどこが使えないかわからないですけど、チャンネル登録とですね、いいねの方よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、本当に。はい、じゃあ、また見てね。また見てね。また見てねー。そうっす。はい。